もったいない気はするけどね、せっかく。もったいない？まあ確かにね、なかなかないやん、ね、それはそうよね、それはそうよね、それはそうなんだけど、しかも絶対気持ちよくなれないよ、これはさすがに。あんな負け方して、いやもう本当に夢の中で決めたから、決めたことだから、そんな後から言う。バニラが寝たら、ナッシュさん、バニラ寝たら寂しいよね。うん、わかるわかる。最初まだ遊びたいよね。もう、うん、ダメなの。ほら遊びたいって、ナチョさん、ナチョさんが遊びたいって言ってるよ。3分延長で。おお。3、え、ナチョさんには3分の勝ちしかないってこと？違う。3分、まあこういう、まあナチョさんは3分かって感じで今3分で決めた？違う。勝ちは、勝ちで言ったら何分あんのよ。何分あんのよ。ん？ 5 時間。オッケー、5時間。5時間行こう。ここでも3分なの、もうやめてほしいわ、それは。それやめてほしいわ。それはやめてほしいわ。でも寂しいって言ってたよ。3分かな。寂しいって言ってたよ。カップラーメンと一緒に苦しい。俺も苦しいけど。カップ麺か。カップ麺と一緒にまずいんじゃない。だからナッシュさんはカップ麺。カップ麺はうまいよ。カップ麺美味しいけどよ、けどよ。5分のカップ麺にする？5分のカップ麺にしようかな。